はい、現在ブギーフェスティバル中と。はい、福引きが引きたいので、何かちょっと強めのやつと戦って福引きを引きましょうと。ということでね、アリア藩の盾をね、嫁るためにひたすら戦った、ゾーマさん、実際はね、ゾーマはね、やっぱ結構強かった上に、まだアリア藩の盾すらなかった頃はね、あんまりゾーマにね、戦うと勝てないんで、実際はヤマタノオロジばっか倒してたんだけども、まあゾーマにもアリア藩の盾が完成したぐらいから割と普通に勝てるようになってきたっていうね。なんでね、その後の、ドラクエ1主人公装備は竜王戦でだいぶ稼がしてもらったんだけど、あんま言うほどゾーマ実は行ってなかったっていうね。でも今ならもうゾーマも行けるだろうということで、ゾーマ行きましょう。はい、というわけでね、ゾーマと戦おうと。ゾーマはね、ぶっちゃけゾーマも強いんだけど、行く途中ね、バラモスブロスがすごい強いんで、必ずこの天使の鈴は持っていきましょうと。食べ物セットは、スライム餅セット。さあ、行こう。このね、バラモスブロスプラス、その後のバラモスゾンビか、両方ともね、混乱してきて、特にバラモスブロスはね、混乱食いかな、混乱時大ダメージがあるんでね、まあ混乱対策をしていきましょうと。ルビスの導き、いきなりですか、みんないいの持ってるな。このヨナズンもね、結構なダメージが、通常攻撃にもね、混乱耐性っていうかね、混乱の判定があってね、結構厳しい。ああ、ま、ヨナズン間に合わないんじゃないか。間に合わねえし。ほら、混乱した。ね、ただ直してあげないと。ああ、あるある。かぶるあるある。大丈夫だ。で、怒りと。混乱が溜まってないな。メダパに今を食らうと厳しいんだよ。よし、食らわなかった。よし、じゃあもうバラモスブロスは楽勝だね。これ倒しちゃおうか。うわ、食らった。ああ、まあまあまあ、終わったね。お、混乱しながら攻撃をする。あるある。75% 回復。さあ行こう、さあ行こう。ちょっとね、ロトのね、ロトの粉も欲しいけど、あれかな、ドラクエ3のね、粉も欲しいんだよ。だから結構ゾーマさん回さなきゃ。いろんな武器がね、銃になって進化させたいんだけど、結構数がいるっていう。2個目のアリアハンの盾とかも欲しいし。みんないいの持ってんな。叫ぶ、ショック、ショック。恋はスリル、ショック、サスペンスだぜ。ゾーマ戦は結構火力も大事と。ここ混乱するんだよね。混乱はとっとと直す。と追加の攻撃できない。さあ、というわけでゾーマ、ゾーマはね、最後の滅びを食らうとも一気に倒しちゃった方がマシなんだよ。あとはマヒャドと凍える吹雪だね。魔法向こう盾とかね、あるとそら便利だよ。滅びこそ我が喜び。私は大魔王ゾーマ、我が腕の中で生き絶えるがいい。確かあれもしてきたよな、いてつく波動もしてきたよな。今使ったら向こうがしてくる前に消されそうだけど、まあとりあえず使っとこう。ヤブさんのゲーム、まあまずマヒャドスタート。この俺の守備力の低さがバレてしまう。回復しとこう。いいね、いいね。
絶対上げてくれるとすごい助かる。うわ呪文も封じ込められた。あまあ伊手塚と来るの分かってたけどね、知ってた。タタウタ、ギガスラ、ルビス、アムド、ルビスの使ってないか。アムド鎧の上からさらに鎧を切るっていうね。まあ素直に防御しようかな。凍りつく世界、これはねスキルがね使えなくなるから結構厳しいんだけど、一応防御は大丈夫なのかな。呪文とか使わないんでどうでもいいです。おあーギガスラッシュ固まっちゃってる、つらい。うおマヤドは向こうだろ、アムド最高。危ない危ない、よしよし、ちょっと戻せてるね。オロチギリ使うとスキルが、凍える吹雪に合わせてフワー使いたいけどフワー固まっちゃってる。海賊がいるんならそろそろ回復してんじゃない。あーダメだ固まってる。チャージクラッシュで凍える吹雪を戻したい、戻らないか。アクブレで回復、さらにギガブレイク、ギガスラッシュだった。はい激怒からの滅び、これはねもうガンガン行こうぜ。一気に行こう、余計なことしても食らう方が絶対おいしい。おりゃ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 、防御しちゃった。殺したかったんだけどな。これは回復だな。結果的に呪文無効で防御したのが正解だったか。ベホイミー悪ブレで回復、よしよし。でこの凍える吹雪さえ超えればもうあとは倒すだけだけど、お亡くなりになってしまった。でも倒せるだろう。まあ別にミッション狙ってるわけじゃないからね。よし倒せる倒せる倒せ倒しきれ。やっぱなんだかんだであの頃よりだいぶ強くなってるのに今でも十分強いなと。よし倒した、お疲れ様です。あードロップなしか、ありがとう。まあレアドロップに来た、いった他の人のね。お結構出てる、オッケー。これ欲しい、これ欲しかったんだ。さらに報酬、オッケー、もう一つ来たね。とりあえずアリアハンの服、アリアハンはね、ズボンの方が欲しいかな。あんま服はそこまで、一応星にしたけど、ズボンはもう一個あってもいいかなって思う。ね、一応アリアハン装備をちょっとチェックしておこう。ここでいいか。装備の強化、アリアハン装備はねもう全部星にしちゃってるんだよ。守備力順にして、はい、まずアリアハンの頭、光は輝きを増して、これアリアハンの光っていうね 5% の可能性でヒットポイントを25回復するってやつ、倍の、50になってるんだね星にしたことで。これと賢者の石を両方装備させるとね、まあ、回復出る可能性が高くて意外に助かるんだよ。そして体上、アリアハンの上、力弱とアリアハンの決意でね時々バイシオンがかかるっていう。で攻撃力ダウンガード、まあこれはおまけみたいなもんだね。火力が上がるからね、しかも守備力もそれなりにあるから持っとくと役には立つ。そしてアリアハンの下半身ズボン、
これシャドウ属性と氷ブレスを減らすから、まあ、ゾーマと戦うにはまあぴったりの装備だよと。そんなにほど効果は高くないんだけど、まあ十分かな。星にすることでシャドウ属性ダメージ軽減がつくと。そして盾、これアリアハンの盾だね。これはもう飛び抜けて性能がいい。シャドウ属性ダメージ軽減はまあいいとして、もう単純にこれだね。ね、ガチャゲンじゃない、ヒットポイント回復盾。もうこれ、もう回復盾ないんだったら、これ持つしか話にならないからね。頑張ってプラス10を目指そう。ヤマトノオロジが出やすかった気がするんだよね。で、一応武器がアリアハンの剣かな。アリアハンの剣自体はそんな言うほど使えないんだけどね、進化させた武器のアリアハンの杖に出てくる、よっ、10までして進化させた後の、僕は早くしたいんだけど、あんまりないんだよね、これ。アリアハンの杖の、これアリアハンの祝福がすごい性能がいいんで、これが欲しい。でもこれ、粉結構使うんだよ。ほら、3個も使っちゃうからね。だからこれ伝説を導く粉の3が欲しかったんだ。でこっちのコンはね、単純に性能がいいっていう、このいいスロットよっていう。攻撃力ちょっと寂しいんだけど、稲妻落としもまあそれなりに強いし、だから両方作りたいから今2本目作ってる途中なんだ。あとは、これもあれだね、3装備、悟りの剣と悟りの弓、これも両方それなりに使える。剣なんかね、あれだ、ブリザーラッシュの炎版みたいなやつで、悟りの弓、まあ、ブリザーラッシュは何にでもつけれるっていうのが強いよね。これも それなりに強いっていう。こっちはあのスロットも優秀だからサブ装備として使うのもありかな。よし、まあそんな感じで本番はここですよ。俺はこれが引きたいんだよ。さあもうあれだよ、次の竜王と指導に行かなくて済むいいものが出てくれることを祈ろう。それじゃあ行きます。宝箱福引きを引く、頼むよ。ほんとはやぶさの剣、このブーメラン、風のブーメラン、まあ、初めてだけど、まあ、ある意味最後の1回、あっ2回跳ねた、杖だな、大天使の杖、これは欲しかった。アークウォールついてるやつか、欲しかったやつだ。ただ今は剣の火力を上げたい。はい、魔法の夜下、これ何の効果もねえんだよな。もう一回寝ろ、ダメか。無法者のベスト、あ、跳ねもしない。六角棒、ほらこのかぶり率よ。ほんと無法者のベストが2個出る確率っていくらよ。少なくても5が出る確率よりは低いよね。まあもう1個確定はあるからな。うん、忍者キャッチャー、ラストかな、数えてないからな。あ、ラストじゃない、ほらまた来たよ、無法者の番だな。これあれ多分10個目ぐらいだぜ。あ、来い、大天使の、無知か、無知ならグリーンガムの無知だが良かったな。まあ一応大天使装備2つ、アークウォールだよね。これはね、あの仲間全員の守備力 20% と呪文耐性 20% だから、スクルトプラスマジックバリア、うん、すごい普通に使える。ただ、これのまま使うか抜くか迷うとこだよね。ちょっと迷うな。ドラゴンの杖抜いてこっちにドラゴラムつけた方がね、いいね、明らかに。これただ補助呪文が C なんだよな、ベホイミがつけれなくなってしまう。まあそこの B に安らぎプラス賢者でホイミがあるからありかな。でこっちアークイップ、天使のいびきがどんどん増えていくな、サブについてるから。アークウィップも、うん、まあ強いんだけど、無知がないんだよね、結局。はい、ということで、まあ今回はまあ、なかなかよしかな。一応初めてのやつ、これか。トルネイード。
トルネードは100全体にバギー攻撃の B か。一応ね、武器指定がないから使えなくはないと思うけど、そこまでして、ほら、同じの2個あるじゃねえか、無法者のベスト。無法者のベスト、何パーよ、ほんと。無法者の、でも 2% ないだろ。 2% だったとしても 2% が同じように出る確率ってほんといくらよ。ああほんとつらいな。はい、というわけで、まあ今回はまあマシかな。しかしこれじゃやはり終われないな。じゃあ次は竜王さん戦ってもう一回かな。まあ今回はこれで、終了です。じゃあ次の竜王後の武器セレクションをお楽しみに。いや武器フェスティバルをお楽しみに。